瞑想有品を及びミニソは株式会社瞑想有品産業が展開する中華人民共和国を中心に世界各国で主に雑貨販売を行っている店舗のブランド名である。ミニソはご独キャッチコピーは今の生活が好き。だから瞑想有品ラブライフ、ラブミニソ、瞑想有品高田の馬場店各種商品の価格を 低価格、日本では200円に抑えて販売している。中国では郊外への出店が多いことから、日本製品への信頼を寄せる出稼ぎ労働者などの低所得層をターゲットにしたものと考えられている。ロゴマークは赤文字で、ミニ外、横書きされたタイプと、正方形に持ち手のついたデザインのタイプがあり、後者はさらに、 ミニソ瞑想有品と表記されているものと瞑想と表記されているものの2種類が存在する。ただし、日本では瞑想タイプのロゴマークは商標登録されておらず、店頭看板では使用されていない。株式会社瞑想有品産業の現在の本社は東京都中央区銀座に置かれている。過去には商品のタグにより渋谷区神社前や 目黒区原町を表示している場合があった。中国側の運営は株式会社シュウルアゲが担っているとされる。かつては公式ウェブサイトに記載されていた日本語の文章がおかしいと日中のネットユーザーに揶揄され、日本に実店舗がないことなどを得だね。で批判されていたが、迷走雄品が誤った日本語の記載等を謝罪し、日本での実店舗進出と合わせて、 国内でのイメージ改善にも力を入れている。2013年9月、日本で株式会社名創有品産業が設立登記され、同月中国、杭州市に一号店を開店した。設立者はデザイナーでもある、三宅淳也とされ、2015年まで日本法人の代表取締役だった。文化服装学院を卒業し、デザイナーとして、イベントやポスターにも顔を出している。 ただし口実の通り、三宅本人により実際の経営に、三宅が関わっていないことが話されている。後年になって、中国のファッション雑貨販売店、ガガの代表でもあった、ハコクフがグローバル共同創始者として、名を連ねるようになった。2020年10月、京ン諸島に設立した持ち株会社、ミニソグループホールディングズが、ニューヨーク証券取引所に上場した。 かつては、店内の至る箇所に100、100%日本品質、日本品配の掲示がされており、日本初であることや日本産であることを前面に押し出したマーケティングを行っていたが、実態と事実が乖離しているということで、これらの掲示は全て外された。ただし南アメリカ諸国のように、日本企業と誤認して、日本ブランドとして信頼して利用する消費者は多い。設立者の三宅は、 日経ビジネスオンラインの取材に対して、瞑想は中国資本、経営も中国で行われていること、商品をチェックしたことがないことを話している。なおウェブサイトでは、80%以上の商品は日本、韓国、中国、シンガポール、マレーシア他の国で生産されたと記されている。ダイソーっぽくて、ユニクロ風味、それでいて、無印良品と評されるように、 瞑想のブランディングには、この3社の影響が強く出ていると考えられている。一方で、ノルウェー人のデザイナーを起用したり、グローバルブランドアンバサダーとして、大和弘を起用するなど、脱、日本ブランドへの動きも見られる。ニューヨーク証券取引所への上場に、最新 SEC に提出した、目論見書によれば、2020年6月30日時点で、80以上の国、 地域に4222店舗を出店している。このうち中国国内に2533店舗を出店。また直営店は129店舗のみで、他はフランチャイズ契約に基づく出店である。日本では2014年に池袋へ逆上陸を果たした。当初は東京周辺の繁華街に小規模な店舗を展開していたが、2018年以降はこれらを 縮小し、代わって、郊外型ショッピングモールへの出店に力を入れている。2017年春頃、瞑想郵品の店舗が北朝鮮、平壌に開設されたことが明らかになった。それに先立ち2017年1月には、中国、担当市で、三宅淳也、白二富両名が、朝鮮経済合作委員会の中国担当事務所、主席代表と、 支店解説に関する調印式を行ったことを自社のウェブサイトに掲載していた。日本企業が北朝鮮に支店を開設することは国際連合安全保障理事会決議2321号に反することになり、実際にアンポリの北朝鮮制裁委員会が調査を行ったことが明らかになっている。これらの報道の後、瞑想雄品は 北朝鮮の企業との代理店契約を破棄し、2017年7月には、平安の店舗は店名を、進化に、改めて瞑想郵便との関係を、事実上解消した。また、瞑想郵便のウェブサイトからは、前景の超飲式の記事も削除された。ABC、三彩式商法の勝利謎の生活雑貨ストア、瞑想ハット AB ミニスお客様、関係者の皆様へ、ハット AB、 衝撃。あの人気雑貨屋が平壌に出店していた。東洋経済オンライン。2018年2月18日閲覧。大炎上、瞑想行ってみた。日本、中国から批判殺到のパクリ店。narinari.com。2018年2月18日閲覧。 http://miniso.jp:/getinfo.php シットイコール 222& トップイコール1ユニクロと無印良品を模倣した中国ミニソが上場600億円調達へフォーブスジャパン2020年10月19日閲覧ヒットの地球に南米雑貨店瞑想急増 日本ブランド現地人信頼。日経産業新聞2019年7月22日。瞑想。中国のニセダパクリ無印良品と呼ばれる雑貨店。瞑想が日本機関店をオープンさせたので行ってみたい。B。フォーム DRS。A。ミニソグループホールディングリミテッド,ドラフトレジストレーション。ステートメント。アメリカ証券取引委員会。2020年10月19日閲覧。 閉店、池袋西口の雑貨店、ミニソ9月24日閉店。リビング、東京ウェブ、2019年6月17日閲覧。8月30日、グランドモール3階に、ミニソがオープン。イオンモール幕張新都心。2018年9月19日閲覧。8、3、ミニソ、オープン。イオンモール岩き小名浜。2018年8月6日閲覧。 AB、東京日本社の日用雑貨チェーン、平壌店をオープンで、国連調査、贅沢品定食の恐れ、実質的には、中国経営。産経新聞。 http://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュ,ッシュワールドスラッシュニューススラッシュ180206スラッシュ wor1802060032-n1.html2018 年2月18日閲覧平壌のミニソが突如ブランドを変えていた東洋経済オンライン 2018年2月18日閲覧。平壌の元ミニ層が進化となり、観光客もショッピングできるように。コリアワールドタイムズ。https コロンスラッシュスラッシュ w w w k o r e a w r l d t i m e s c o m スラッシュトピックススラッシュニューススラッシュ5018スラッシュ2020年9月25日閲覧。ありがとうございます。